おい、みかん。みかん坊や。お前どうしたんだよ。昨日、生放送見たぞ。めちゃくちゃ頑張ってたじゃねえか。12時間もやってたな。俺は結構最初2時間ぐらい見てたけどな。もう沼るのかなと思って。見るのやめちゃったけど、あれから10時間もやってたんだな。すげえよ。それで、トロ8000いったな。おめでとう。そこは素直に褒めたい。ただ、焼肉ありがとう。まあ、言ったよ、確かに。俺は前の動画で、今シーズン、俺にね、トロフィー勝ったら、ファブの準優勝の賞金10万円使って2人で高級焼肉行こうって言ったよ。ただな、今シーズン、まだあと1週間あるんだよ。今シーズンあと1週間。わかるか？今な、みかん坊や8000いる。で、俺は、今、はい。7500だよ。7500だ。ただ俺は、あと1週間で、こっから1000あげる。こっから1000あげて、もうね、もう1万ぐらいいっちゃう。だからね、まあ今シーズン、俺が負けたらもちろん、高級焼肉おごるけど、まあ、俺が勝ったら、おごってもらいますよ。みかんさん。まあね、みかんさんにしたらね、結構頑張ってトラゲしたんじゃないかなと思います。本当に、なんかね、みかんさん。なんかやっぱ、結構頑張ってらっしゃったので、まあそこはね、素直にね、まあ、結構頑張ったなって思うんですけど。まあ、そうだな。まあ僕には勝てないかな、みかんさんは。はい。ってことで、今シーズンね、皆さん楽しみにしてください。ってことで、いきます。ライズナイスが今日もやっていくんですけど、今日はね、トラゲやっていきたいと思います。で、これなんですけどね、みかんさんのデッキ、使ってね、トラゲしていきたいと思います。ってことでいきましょう。まあね、この、なんだろう、テンプレ、一番のテンプレは、このデリバリーのところが、ウッドになっていて、で、アイスピのところがね、アイゴレなんですけど、で、まあ、ウッドとデリバリーは好み。でも、アイスピ型使ってるのみかんさんぐらいじゃないかな。多分、うん。でね、なんかね、まあ、アイスピ使うと、なんだろう、まあ、ラバルとかには強くなるよね。うん、多分、デリバリーとアイスピなんで、ラバルにはめっちゃ強くなる。ラバルには強くなるんだけど、他のがどうなんだろうね。大型とか。特になんか、逆サイ誘導できないんで、そう。まあ、ただ、スパーキーとかにも強くなりそうですね。アイスピーと、まあ、アイゴレも言うてスパーキー一発バチコーンっていかれるんで、アイゴレもね、そんなあれなんですよ。そう、だから、スケに一発打たして、まあ、アイスピーにも一発打たして、デリバリーで蓋して、横からね、ハンターか、まあね、スパーキー殴るとかね。まあ、そういうことができるんで、そうですね。おや。OY って人、俺が前動画に出した、三重師ババアみたいなデッキの、三重師の人だった気がするんだけど、気のせいかな。三重師かファルチョバルーンかどっちかだと思います。お、三重師っぽい。これ来るかな、三重師。お、これあれですね。多分ボムタワーバルーン。ボムタバルーンじゃねえや。うわー、ババいた。そうだ、ババ型だった、この人。さあ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 。まあ、ただ、ロイフ来たら組めるんで、別にっすね。ここはマジャチャ、自陣受けしていきたいと思います。で、アイスピーとスケで、表はタゲ取って、よいしょ。やばい。あ！よいしょ。よいしょ。来るか？はい。ただ、ここは1個分ぐらい俺が回転勝ってると思うので、スキアイス、ああ、そんなだった。ただ、相手はここで、マジアチャかな？マジアチャダシーの、はいはいはい。OK。やべえ、すげえ食らった。さあ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 。まあ、これはマジアチャですね。いや、スキアイスピで、あれだったな。今のアイスピで受けて、こっちスケで受けて、次、ミニペン次、ロイフグなんで、これミニペンロイフグパパってババないうちに行きたかったっすね。で、これ多分コウモリ来ると思うんで、アイスピ添えていこうかな。よいしょ。OK。プレッシャーかけれた。あー、ハンターなのか、これの次。これは誤算。これババ間に合うんか。ロイフグはワンチャン。ロイフグ釣り、んだな。OK。オッケー、帰ってきた。これ熱い。激アツ、激アツ。さあ。さあ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 、ぶち抜きますよと。
さあここはマジャチャまで処理してもらいます。さあ入れ、入れんかい。うわやばい、いやーこれダメだ、いけねえ。うわ最悪だ、30品の忘れてた、やばい。あるまじき失態、ライキジョーンズあるまじき失態。さあさあ、オッケー、あそれ美味しいな、ババくる、オッケー、ぶち込む、マジでぶち込め。さあ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 、ただ相手はマジェシャを切ったのでここは守りやすいぞ、めちゃくちゃ。うわーめんどい、めんどいなそれ。ただこれあーそういうパターンだ、やばいやばい、それはやばいやばい、頼むマジェシャ向いてくれ、こっち向いて、こっち向いて。落ち着いてください皆さん、こんなね焦る時間じゃないです、まだまだね、真っ昼間なんで全然焦んなくて大丈夫です、落ち着いてください皆さん。メンタル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 、そうっすね。で昨日のみかんさん生放送ね、結構俺見てたんですけど、でもやっぱね若干顔が見たくなりますね、やっぱり顔が見たいっていうか、別になんかなんだろう、どんな表情してるのか分かんないんで、まあ美川さんはでもあれか、分かりやすい方なんですけど、まああの声をね荒げるタイプなんで、そうなんで、まあ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 どんな表情してるのかなって大体分かるんですけど、やっぱり生放送とかだと結構そのね、なんか見れるのが醍醐味な感ありますよね、若干顔見たいなと思いましたね。よいしょ、スケアイスピで囲んでいき、逆サイ、アジアチャリガーウッドウォールブリーキャーかな、お違う、はい、これスケが来るんで、よいしょ、はい、なるほど。いやーほう、こいつタゲってたらめちゃくちゃ熱い展開だったのにな今で、相手ジャイ、待って、ジャイコウモリザップなんで、あと2枚なんですよジャイが、なんでカウンターでジャイつくこともない、ディガーぐらいやったら別にね何でも抑えられるんで、これどうせ、ああスキュットだけで抑えるんだ、ワンチャン来ますね、ジャーチャ君が来ない、じゃあちゃうけ、うん、コウモリがで、うーんどうしよう、ケツマジアちゃう、うーんそれは深い、いやーどうしよう、これ貫かれるな、左側、右はスケとかで受ける、いやスケ食えて1枚回んないな、あこれでスケ回るから多分スケとかで受けるのかな、お、やべ、これディガーとか来たらちょっとだるい、やべ、ちょやっちゃったー、逆サイだったのに最悪だ、こっち展開したらまずいんだよな普通に、これ体格折り合ってる状態なので、あーそっち来るんだ、逆にこれクエクって稼いでいきます、はい、よいしょ、さあ拾っていく、さあ残るぞこれは、オッケー、でこれスケ消えるんでミニペが通る、オッケー、いい、そこで使わすのはでかい、し
かもこれもだいぶうざいはず。 OK、 でケツから入る。 OK、 で次アイスピーロイホグクエイクぐらいで終わると思うんで、でクエイク打って2周目クエイクいきましょう。でこうやってねマジアチャにクエイク打つとあれなんですよ、デリバリーでね、潰せる範囲内になるんで、よいしょ。でここだけ行ってマジアチャどうせ死ぬんで、はい、オッケー生きた。マジ？ここでザップとか来るかな。はい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 。ただいま、ただいまロイフグ。ありがとう！いやーこれは止まんねえぞ絶対。クエイク打つも俺。さあ来ました、ありがとうございます。ジャイか、高回転ジャイまだいるんすね。やべめっちゃ鼻かい。もうマジでね表面がかいんすよ俺、めちゃくちゃ鼻がかい本当に。やばい、なんですかね、乾燥しないようにあの薬とかも塗ってるんですけど乾燥するんですよねやっぱり、まあ、この季節なんでね、花粉症と相まってね。もしザップ、おーやば、おっと、さあ熱い展開いきます、よいしょー、 OK、 これ熱い展開、えめめめめ、さあ熱いぞ、熱い、この延命は熱い、激アツ激アツ激アツ、うっうっうっ、 OK、 センキュー。で、次相手はラムがいた、ペッカラムですかね、ペッカラムかメガラムか。でもメガラムはマジアチャなんで多分ペッカラムっすね、か純正の、あーまあそうだな、あーやべスケ切ったからケツハンター、本当はケツハンターとか合わせたいんですけど、でもライトニングなんですよね相手が、そうだめんどくさいんですよそれが。うーん、どうしようかこれ。おーマジアチャだ、やば、マジアチャも入れてる、さあ、ね、なんか知らんけどめっちゃいい防衛した、おいしょ、さあ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 、大体今ユーノとエレキがあるので端前来たらケツから来たら逆サイロイフグ投げてユーノ単体でこさしてハンターとかでしばく、ほんと今のアイスピとか2周目回ればこれケツユニットかぶる、ああ間違えた、行っちゃいますなら、やばい、あーお前先、お前じゃねえ、やっちまった、最悪だ、いやこれケツペッカくるな、最悪だ、お、そっちか、おいしいおいしいおいしい、嘘でしょ、まあ、でもダブハン、ダブハンでやばい、しまいマジアチャやってもうた、最悪だマジで。でこれきた、止まった、これはでかい、これはでかい、マジでマジででかい、これは行くぞマジで、いや今のはでけえ、めちゃくちゃでけえですね今の、あーやっぱ切れそうになりましたね本当に。てかライトニングではないって打てたかよな、ポイズンとかあったの、ライトニングだった、いやあぶねえ、ちょっと水飲もう、なかった、マジで危なかった、とりあえずすげえ、アイスピだ、アイスピ出して、そういえばねクロスがめっきり消えたんですよ、素晴らしい環境ですね本当に、
もうね、やつらね、ロケットでしかね、削ってこないので、本当に。よかったですわ。さあ、コウモリマスケということは、あれですね。さっき俺が当たったマジアチャ、マジアチャの、さあ、オッケー、いい抑え。で、スケラか。そっちか。ってことは、コウモリと、あとスケアミがある。だから、ジャイスパよりはマシかな。うん。なので、これどうしようかな。相手、スケアミしか受けがないと思うんで、ここをロイフグで受けて、よいしょ。クエクっていきます。はいはいはい。でもこれで相手はディガードがないんで、これ繋げらんないんですよね。そう。なんで、これスーパーギリギリミニピュー消して、一発残しますか。よいしょ。OK。これで多分コウモリが来ると思うんで、スーパーアイスピー。いきます！いけ！あ、雪玉。奇跡起こってほしかったな。まあまあいいっすね。ワンチャン始まりジャイスカルトが来るんで、そしたらハンター当てて、後ろを、あ、オッケー。マスケに全部ぶち抜かれんだよな、マジで。ただ。よいしょ。うん。こうだな。よし、オッケー。あ、これあれだ。え、そっち？びっくりした。おー、なるほど。新しい。さあ、パコン。オッケー。さあ、オッケー。これ多分足元に雪玉とか来るんで、一回スケでクッション置いて、オッケー。来ない。で、これそしたら、マジアちゃん流れるんで、もう最大限、フルパワーで。で、こっちにもマジアちゃん出すんですよ。そうすると、相手はね、どっちにジャイ出したらいいのってなるんで、OK。で、これで、スキャミを潰してあげて、OK。もう負けねえ、もう負けねえ、こうなったら。こうなったらもう負けねえ。負けるか？はい、来ました。ありがとうございます。そう、角度が違うところにマジアチャやると、ジャイとかで蓋しても、どっちかのマジアチャがタワーこう貫くんで、ね、角度が違くても。そう、なんで、いいっすね、今のは。はい、ってことでね、まぁ、あと400ぐらいでね、8000いけるんですけどね、このまま、今夜の生放送、ぶち上げていきたいと思いますので、ね、それもね、見てくれると嬉しいです。ってことで今日はこれで終わります。バイバーイ。